ニティ TV をご覧の皆様、ごきげんよう。勝木理恵です。今日はですね、魚座の満月なんですが、実はですね、私たち夫婦、はい、夫婦21年目の結婚記念日でして、で、今からですね、ちょっと魚座の時って、ね、海を見に行くといいんですよね。海辺に行くとか、まあ、あの足つけるとかもいいんですけどね、川辺に行くとか、そういうのがすごくいいので、およそ300メートル先、日踊り越えを右方向です。右側2車線を使用します。渦潮クルージングさんがしているスーパームーンを見る企画みたいなのがあるので、それに乗っかってみようということになり、今淡路島に向かっているところです。今日はね、右方向です。まあ、結婚記念日っていうこともあって、大々プレゼント企画ということで、ライブ配信ができたら5キロメートル道なりです。ライブ配信、まあ、ちょっと無理であれば、まあ、撮ってそのままあの送るっていう形にしようとは思うんですけども、そのスーパームーンを見ながら、この通常ね、プラネットヒーリングっていうのを私やってるんですよね。で、プラネットヒーリングっていうのはあの、プラネットソルトルナっていうボイスさんと、コラボで出させていただいてるお塩があって、で、その、お塩を購入されてる方に毎月満月の日にその月のエネルギーに、合わせたヒーリング、まあ今回の満月であれば、やっぱりあの新しいステージに行くために自分の、こだわりだったりとか、あとは、家族とかね、プライベートとかの関係性をあの見直すとかね、まあ、そういう、満月なんですよ。あの、昨日おととい上げてるやつがあるので、見ていただければと思うんですけれども、でそれにエネルギーを合わせて後押しをするようなヒーリングっていうのを、今月はさせていただこうと思っております。で、まあ、私 の, あのクライアントさんチームとか、あとはブログ読者さんチームとか、公式 LINE チームとか、YouTube チームとかっていうのを全部1回ずつ合わせて、エネルギー合わせて送ろうと思ってますので、まだ公式 LINE とかね、登録されてない人とか、ブログとかあまりご覧にならない方は、まあ、ブログとか公式 LINE とか、あの登録していただいたりとか、巡回していただくと、エネルギーを重ねれば重ねるほど、あのクリアになっていくようなヒーリングにしていこうと思ってますので、ご覧になって、次のステージですね、まあ、いわゆるアセンションってやつですよ。アセンションしやすい状態を作って、いきますので、ご覧になっていただければと思います。それでは行ってきます。淡路島の渦潮ふくらさんです。今日はね、こちらから渦潮クルージングに乗りたいと思います。今日ね、私たちは、スーパームーンのねナイトクルーズっていうのに申し込んでるんですよ。夜やらないんだね、通常ね。そしてちょっと残念なお知らせ渦の期待度がこう丸とか三角で出るらしいんだけど、無印は期待なし。はい、見事に無印です。しゃあないね。台風が近いということで、風とね、雲がね、ちょっと出てきてる感じなんですよね。まあでも、あの雲がね、出てたとしても、お月様が地球に近いということは変わりませんので、しっかりね、楽しんでいきたいと思います。ヒーリングも月なくてもしますよ。見つけた天体と海の神秘。中秋の名月の月、オリオン座流星群、ああそういうのもいいね。あ、ちょっと大変。あの普通に私たち自分たちで見るんだと思ってたら、なんか星による星座の話を織り交ぜながら夏の夜空を観測しますって書いてある。まあちょっと今日見れそうにないけど、ヒーリング静かにできる時間あんのかな、これちょっと不安になってきた。
ちょっと楽しそう。星座解説。ちょっとさ、ちょっとさ、お兄さんや、話を聞いてくれんかな。恐ろしいことを書いてあったんだよ、あそこに。あのさ、星にっていう人の星空ライブトークショーみたいなのがあるらしい。ヒーリングする時間取れるんかな。今日？なんかあのナイトクルーズには星人の話がついてるらしい。で、情報不足だったね。そんなこと書いとったかな。ホームページには書いてなかったような気するけど。いや、でもこれナイトクルーズだろ。わしらはスーパームーンクルーズだよ。いや、その中のスーパームーン。あとあの中秋の名月とか、いろいろオリオン流星群とか。大変ですよ皆様。大変ですよ。できるのかしら。ドキドキしてきた。こそーっと私だけ外れてしてこようかな。人少なかったらあれや。アイスワン。待っときましょうとか言われたらどうしよう。ぐいぐい進む人がいる。一人でぐいぐい。はい、お願いします。ありがとうございます。どうぞあちらのお船になります。はい、ありがとうございます。この管理丸は、ね、2年前にできた、ね、新しい船となってまして、3階建てになってます。皆さんは2階から乗るんですけど、上の階、下の階があって合計3階になっていますが、今日ビッグルームのお客様は上の階、ちょうど今電気がついている部屋がビップルームになります。あのビップルームと両横のデッキ、これはもうビップルーム専用デッキになってますので、そちらで見ていただくことになります。今日は星2と言ってね、星の、あの解説のプロの方に来ていただいているんですけど、この方は後ろデッキ後方に説明されますので、出入りはよろしくお願いします。はい。ありがとうございます。お席はね、決まっておりませんので、奥からお二人ずつお詰めいただけるように、はい、一番奥行かれたらいかがでしょうか。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ズッキョクルーズのナイトクルーズにお越しいただきました。船が出るまであと30分あります。船出るまでにお食事済まされた方が今日はちょっと揺れるようなので、ぜひあの先にお召し上がりいただいておく方がよろしいんですが、別に出るまでに食べる必要はございません。はい、降りるまでにぜひ食べていただけたらなと思います。そしてこのお部屋の皆さんにはお飲み物はフリードリンクでご用意しております。なるべく食材もそうなんですけれども、淡路島のものを用意したかったので、アルコール飲まれる方なんかは淡路産のブドウで作って淡路で、醸造したワイン、あとは淡路の地酒、それとチビール、こういうようなものを用意しております。いくら飲んでいただいても構いません。で、あとあのソフトドリンクは、オレンジジュース。これは実はあのルプルの一番人気なんですけれども、ただみかんを絞っただけなんですが、この一瓶でみかんが40個入っているものでございますので、ぜひあの食前にでもお召し上がりいただけたらどうかなと思います。あと炭酸水とかノンアルコールビール、ミネラルウォーターもご用意してますのと、コーヒー、玉ねぎスープなんかも用意してます。玉ねぎスープ。お料理の方はね、この地元で、工場を改装してレストランとバーを始められた若い方がおられるんですが、その方に淡路の食材を使って船のバルっていうテーマで作ってくださいと言ってお料理を作っていただきました。淡路産のお鶏やあのシラスがありますけど、実はこの福良っていうところはシラスのすごい名産地でですね、天文が好きな方やったらご存知かと思いますが、お月様っていうのは 29.5 日周期で満月になっていきますから、月に一遍が普通なんですけど、今月だけは2回目の満月、
これはブルームーンっていうらしいです、であのスーパームーンっていって1年間の満月の中で一番大きいのが今日ということなんで、非常にあの月のパワーがあると言われている日でもございます。今日はですね、非常に波の方が高くなってまして、予定しているコースを走れない可能性が非常に高くなっております。海峡付近の方も非常に波の方が高くなっておりますので、鳴門海峡の方にもちょっと近づけない可能性が非常に高くなっておりますので、ご了承ください。はい、まあ、船長はまだお若いんですけれども、もう学校出てからずっとここの会社で専用しております。鳴門海峡を船で運航するときは、よそで船長しててもここではできないと言われます。それだけ複雑な流れや地形があるんですが、彼はもうここでずっとやってますので、当社の中でも一番の腕の立つ船長ということですから、ご安心ください。で、船長の方からちょっとご案内ありましたけれども、やっぱり安全第一でやります。船長の判断を優先させていただきたいと思いますので、万一ご希望のところに行けなかったとしても、そこはぜひご理解いただけたらと思います。できるだけ船長は頑張ってくれると思いますが無理をしないようにというのが安全第一がモットーとなっておりますので、よろしくお願いいたします。じゃあ船長、今日はよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ご希望の方ね、ちょっと船が帰ってきてからなんですが、この先が実は運転席、ブリッジとつながっております、終わってからブリッジの見学や船長との記念撮影もできるようにしましたので、ぜひお時間ある方はブリッジの見学と写真撮影なんかもしていただけたらなと思います、はい、なかなか入れるところではございませんのでね、はい、よろしくお願いします。船長、よろしくお願いします。それと今日は星の解説をしていただきます星兄さんでございます。日本で唯一の専業にしている星の解説者、星兄さん、よろしくお願いします。はい、ご紹介にあたりました星兄、よろしくお願いします。私のことをご存じの方はいらっしゃらないと思うんですが、こう見ますと意外に有名な方でございます日本中をプラネタリウムがメインでね、アイスタンもちょっと佐賀の方に移動して、佐賀佐世保公園がありまして、もうすでにチケット売り切れているということで、僕のチケット今ほぼプラネタリウム取れない状況なんですが、日本で唯一このイベントがですね僕をほぼ知らんという人が集まるんですけど、どこ行ってもあ星に来たみたいなウェルカム感があるんですけど、一切ございませんこのギャップはちょっと楽しんでいるからいろんな人とコラボレーションが多くて、ミュージシャンが多いんですけど、山崎雅也さん、塩谷さん、スタレルさんなんかでプラネタの番組を作ったり、及川美希さんのファンクラブイベントとか、森口博子さんのファンクラブイベントにも呼ばれたりということで、うちは嵐ともお仕事してまして、嵐のワクワク学校というのがですね、東京ドーム、大阪ドームでやったんですが、櫻井翔君の星の先生をされるということで、私に監修の依頼がありまして、全面監修させていただきました。翔君の方へ握手して帰ってまいりますので、本来は私と握手ながらしていただくと、大変感謝できれば、翔君と握手したということで、今日はお天気はね、これお天気なので、ちょっと上のこういうお部屋、別のお部屋があって、そこで中でちょっとね、本来見えるであろう星の話をメインにさせていただくということになりますので、お食事とかね、あるんで、時間どうかなと思います。もしお時間があれば、ちょっとあちらの方に来ていただくと、本来こんなのが見えてるんだよって話させていただきます。一応爆笑プラネタリウムショーで日本中回っていまして、笑わしってなんぼっていう世界なんですけども、ここではね、ものすごい滑るっていうのこの間勉強しました。ウェルカムドリンクで出たオレンジジュース、あれはね、普通のオレンジ、あ、普通のオレンジ、あ、本当に美味しい、眺めると、眺めてる。3、2、1
だな。お酒を飲みつつ、2部から、聞きたいと思っております。はい、アップの関係もあり、まあ、その後YouTube の後にインスタと Facebook のね、ヒーリングがあったっていうのもあり、コメントは船から降りてしております。はい。いや、本当ね、今日はね、出ないかなと思ってたんですよ。すごい雲だったので。でも、ヒーリング始めた瞬間、すごいなと思って。あそこにお月さんいるんじゃないって教えてくれて、みるみる本当に雲がなくなり、満月のね、エネルギーをいただきながらヒーリングをさせていただくことができました。風が強かったので多分私が何を言ってるのかさっぱり分からなかったと思うんですけど、まあまあ雰囲気で受け取っていただければいいかなと思います。はい、ということでまた見てください。じゃあね。